つだけです。今回なんですけれども、先ほどね投稿した、更新情報チェック動画に続いて、今回はプレミアリーグ TOTS と、プレミア女子 TOTS、 そしてミックスリーグ TOTS のね評価&ティアリスト動画やっていこうと思います。更新情報で紹介したねフリアンとか、ドーグラスリースとかは省略してね紹介するので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで早速本編の方入っていきましょう。はい、ということで早速やっていこうと思います。まあ、まずはプレミア女子とミックスリーグの、方からやっていこうかなと思います。B 評価からですね、やっていきます。クチョエルナンデスですね。身長176のハイミリ、スキル4、逆足を右利き控えめと、で右左 CF できますが、能力こんな感じになっております。まあクチョに関してはね、クイックステップとパワーシュート持ってて、でシケトラッパーとか、的確、そして高精度エアリアル、パワーヘッダートラッパー持ってますけれども、スキル4、逆足4っていう時点で、現環境だったらまあ評価は B になるのも仕方ないんじゃないかなっていう感じではありますね。プレイステル自体2、C、ロー、8個持ってますが、まあ外れ枠に、今回からなるんでしょうね。はい、続いてドレイヤーですかね。身長174センチ、やかり式ミディミディ、スキル4、逆足4、左利き爆発的となっております。でサポジに、右、スティできて、能力詳細こんな感じです。まあこちらもねペースは95と速いし、トラッパーと高精度プラステクニカルクイックステップ等を持ってますが、スキル4、逆足4、まあこれにつきますね。クチュエルなんです。同様評価は B で妥当かなと思います、現環境だったら。はい、続いてムスレラと、キャッチングみたいな名前で GK なんですけど、まあこちらの、ミックスリーグと、プレミア TOTS の、GK ですね。で GK に関してはちょっと評価 B に一旦させていただきますけど、まあ使ってみて強いかどうかは、ちょっと使ってみなきゃ本当にわからない部分ではあるので、まあ一旦 B の方で紹介しとこうかなと思います。でムスレラに関してはね逆足面もあって、まあ能力は普通に高いんで、まあもしね、あと的確とロブダス持ってますねこれいいな。で全部持ちで、こっちも全部持ちかな。うん、なのでまあ使ってみてって感じはなりますが、キーチングの方はね167センチなんで、まあ多分きついですね。はい、でムスレラに関して190センチだって逆足読んでね、さっき紹介したように的確とロブダスついてるんで、まあ悪くはないんじゃないかなとは思いますね。ただあの TOTS プラスではないので、ケミガンもきついっていうところで、まあ使う機会はなかなかないかなとは思います。はい、ということで B 評価ラスト、グリーンウッドですね。167センチ、ミディハイ、スキル3、逆足3、左利き控えめとなっております。で LB できて、能力詳細こんな感じです。まあグリーンウッドもね、センターバックさすがに身長が167センチしかないんで、きついかなとは思うんですよね。でパワーヘッダーあんまヘディングそもそも競り勝てないと思うんでいらないですし、それならまだやるプラスの方がマシだったかなとは思います。で予測プラスとロブタスプラスはね、優秀なんですが、まあ、ジョッキーブロック、これサイドバックで使うにしてもね、的確とか欲しかったですし、ちょっと使うポジション難しいなっていう感じですかね。先週の TOTS ライブで来てたね、シティ女子の、センターバックの人は、サイドバック起用しても全然悪くはないと思ったんですが、この選手はね、サイドバック起用してあげるにも、ちょっとプレイスタイル的にも難しいかなっていうところで、今回評価 B にさせていただきました。はい、ということで続いて A 評価見ていきましょう。バンザですね。身長189センチ、ハイ、ロー、スキル4、逆足4、右利かない、長い。はい。で、能力見ていくと、まあ、ペース90、シュート90、ドリブル90、フィジカル90と、綺麗に90が並んでおりますといった感じで、まあ、クイックステップとね、エアリアル持ってるのは非常に優秀かなと。で、しっかりトラッパーあったりとか、シールド持ってたりとか、テクニカルあったりとか、まあ、付加価値が結構あるんで、悪くないんじゃないかなと思います。で、ただ身長189で、まあ、ジャンプ完走してるんですけど、まあ、B 評価ではないと思いますが、エアリアル環境でね、このエアリアルプラスついてるのは優秀なんで、ただまあ、他にね、ドルフバとか優秀なカードが身長これより大きくて、いるっていう中で、わざわざ選ぶ選択肢ではないんじゃないかなとは思います。まあ、ただね、TOTS プラスなので、ケミストリーに関しては気にせず使えるっていうのはありがたいポイントかなとは思いますね。はい、続いて A 評価2人目、デストですね。身長173、ハイハイ44、右引きかない爆発人。まあ、このデストもね、エボで来てた、レディオアクティブのデストが非常に優秀だったんで、使用感は非常にいいかなと思います。で、LB とね、右できるのありがたいですし、うん、で、能力に関してもね、もともとエボデストハイローだったんですけど、ハイハイになってて、で、能力も非常に高くなっておりますと。で、ただね、やっぱ大胆プラス、まあ、これはちょっとね、動画で紹介してるんで見てほしいんですけど、これ持ってるっていうところと、まあ、パスカットプラス、そして容赦なしプラスはありがたいです。なんで、ジョッキー、テクニカル、クイックステップ。まあ、非常に、
強いとは思います、普通に使う分には、まあ、なので A 評価にするかどうか迷ったんですけど、まあ、個人的には今のエアリアル環境を考えるならばこのデストだと若干空中戦きついっていうところで A 評価にさせていただいてっていうような形ですかね。まあ、純粋にサイドバックで使うにはマジで優秀なカードだと思うんで、空中戦以外で考えたら S 評価ぐらいあるんじゃないかなとは思います。はい、続いてウェンモーイですね。身長178のローハイ33、右利き控えめと、でサポジなしですね。でセンターバックで登場しているんですが、178センチで的確インターセプト、テクニカル、謎にテクニカル持ってます。まあこちら B 評価にするか迷いました。ただまあね、このグリーンウッドが B 評価って考えたら、まあこのウェンモーイは、グリーンウッドよりは使い勝手いいし、センターバックとしてちゃんと使えるって考えたら A 評価でもいいんじゃないかなとは思いましたね。で一応ボランチとかでもね、シュートは下手ですけどロブタツ、持ってますし、的確もあってインターセプト、テクニカル、結構センバー向きじゃなくてアンカー向きのプレイスタイルになっているんじゃないかなと思うんで、個人的にはアンカーで使ってあげることをお勧めしたいなと思います。まあ、ただポジションがね CDM とか CM できないんで、まあ、中盤でセンターバックできる、チュアメニだったりとか、そういった選手と入れ替えればいいんじゃないかなとは思いますね。でこちらも TOTS プラスなので、ケミスリーに関しては考えなくという感じになっております。はい、続いてハンツコですね。身長188mm、ハイスキル3、逆足4、左利き長いと、で LB もできますといったところで、このハンツコ去年ね、自分の配信見てた方なら覚えてる方もいるんじゃないかなとは思いますが、なんか去年のね CF でなんか縛り目標みたいなのがあって、 L ディビジョンね、の縛りの目標で、C チャンピオンズファイナルをやると報酬がもらえるよみたいな週があって、その時にねめちゃくちゃ活躍してくれたんでね、めちゃくちゃ覚えてるんですよこの選手。もう結構愛着湧いてるんですよね。うん、で能力に関してもね、まあ、ペースも90あって守備フィジカルともに高いですし、でドリブル値も高いのが非常に優秀なんじゃないかなと思います。で身長もしっかり188あって、でブロック予測パワーヘ、まあパワーヘはうんって感じではあるんですけど、予測とブロックに関して優秀ですし、ロブタツも持っててね、エアリアルもしっかり持ってるっていうところ でさらに、TOTS プラスなのでケミストリーも考えなくていいっていうところで、まあ A 評価にさせていただきました。まあセンターバックね、なんかちょっと不安だなっていう人はね、もし当たったりしたら、ね、全然スタメンでも現環境でやれる選手かなとは思うんで、ぜひ使ってみるといいんじゃないかなとは思います。はい、まだまだ A 評価続きます。ゼレムですね。身長163、はい44、右引き合い爆発的となっております。でサポジ CM できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じですと。まあゼレムね、CDM で163センチ、まあちっちゃいですが、 CDM はね、まあ、そんなにめちゃくちゃ身長いるっていうわけではないんですが、鋭いパスと予測、そして容赦なしテクニック、まあ普通にぼちぼちのアンカーっていった感じですね。セッター持ってるのはありがたいといったところでしょうか。でこちらも TOTS プラスなので、キミストリーは気にせず使えるし、女子のね、プレミアの、TOTS 使う際には優秀かなとは思います。はい、続いてマラートですね。身長171の、ハイミリ44、右引きかなり爆発的となっております。でこちらモーメントで登場しておりますね。で右できるのありがたいといったところで、まあ、能力見ていくと、まあ、44っていうのがまず減点ポイントっていうのと、まあ、能力自体はね、すごい高いです。ドリブルもいいですし、フィジカルもしっかりありますし、ベースもシュートもパスもうまいと。うん。ただ、まあ、フレアプラス、クイックステップ、トリベーラと、まあ、他のプレイスタイルプラスね、あれば嬉しかったかなっていったところでありますかね。まあ、全然ね、使用感的にも悪くないカードだとは思うんで、今回とりあえず A 評価っていう感じです。はい、続いて、チャールズですね。身長172のハイハイ45、右引きエアバック付きと。はい。で、右ウィングできるんですね。女子こういう選手たまにいますよね。はい。で、能力見ていくと、まあ、サイドバックにしては十分な能力かなと思います。なんなら中盤もできるような、能力になっておりますね。プレイスタイルも、まあ、パスカットと、ジョッキー、そして大胆パスプラス。うん。で、ロブタツ、迅速、容赦なし、スロワー。まあ、スロワーがなければなといったところではあるんですけれども、まあ、一応身長ね、172センチと女子にしてはサイドバックとして高いですし、うん、まあ、容赦なし持ってて、まあ、迅速、このサイドバック迅速やめちくれ、本当にって感じではあるんですけど、これならマジ迅速つけてくれって話ですよね。もう何回も何回も言いますけど。うん、ただまあ、非常に使っててね、悪くないカードだとは思いますが、女子の LB 使うのであれば、ロルフォでいいんじゃないかなっていうところで、とりあえず A 評価させていただきました。はい、続いてショーですね。身長180センチ、役割式がハイ、ミリ、スキル4、逆足5、右利き控えめとなっております。で CF できて、能力詳細とプレイスタイルこんな感じです。まあショーはパワーシュートと、エアリアルプラス、そしてループがねちょっと残念ではあるかなといったところであり、まあ、ただシュート系セッター以外全部持ってますし、鋭いパスあって、テクニカル、クイックステップ、迅速、トリベラと。うん。でただ身長が180なんでね、まあ、うん、
他でもいい、ドログバでいい、これならっていう感じではあります。一応 TOTS プラスなのでこちらもケミ気にせず使えるのはありがたいかなってところではあるんですが、うん、ドログバでいいかなっていう部分ではあります。ただシュートはめちゃくちゃうまいんで、まあ、使ってみたら意外と強いっていうパターンなのかもしれません。はい、ということで続いて S 評価いきたいと思います。デューズバリーホールですね。マジで名前がいい、この選手は。はい、で身長180、ハイハイ44、左利き控えめとなってて、シーデンもできますね。でデューズバリーホールね、あのアンカーとして個人的に推したいなと思ってます。ロブの達人持ってて、インターセプトと予測、そしてブルーザーもプラスで持ってますと。で的確は持ってないんですけど、スルーパスもちゃんと持ってて、テクニカルもあって、迅速もあって、容赦なしと。なんかアンカーに必要な能力基本的には全て持ってんじゃないかなっていうところではありますかね。でリアクションも96、冷静さ90で、フィジカルもしっかり高いし、まあ、欠点っていう欠点がほぼほぼないカードだなと思ったので、今回 S 評価にさせていただきました。まあ、結構ね、レート90ですし、ミックスリーグなので見ることになるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、引いたとしてもね、全然使えるカードにはなっているので、まあ、もしね引いた方はね、一回試しに使ってみるっていうのもありなんじゃないかなとは思います。まあ、ケミがねイングランドですけど、まあ、2部なんでね、ちょっとそこは難しいっていう部分はある。まあ、非常に使えるカードなんじゃないかなとは思います。で続いて S 評価2人目、ルッソですね。身長173のハイミリ54、右引きやや爆発的となってます。でキャブもできます。でこのルッソね、なんといっても、高精度プラスパワーシュート、この2つ持ってる選手がフリットと、ターランドしかいなかったっていうところで、ついにまたもう1人追加されたといったところであります。でループとかパワーヘッドが持ってますけど、ティキタカもね持ってるんで、パスもね非常に優秀かなと。視野がね80しかないんですけど、ショートパス86と、パス系は低いんですけど、ティキタカプラス持ってるんでね、そこは補えるんじゃないかなと思います。でテクニカルと迅速、そしてトラップはエアリアルと。エアリアル謎ですけどね、170、うん、ただで54なんでね、54で、高精度とパワーシュート、ウィーバーが確かね TOTS ライブの時に来てましたけど、まあ、個人的にはウィーバーよりもティキタカ持ってるっていう点でね、個人的にはこっちの方が好みですし、まあ、希少価値も考えて今回 S 評価にさせていただきました。もし当たったらね、個人的には試したいカードかなとは思ってます。はい、続いてナリですね。身長177のハイロー55、右引きや爆発的となってます。で右左キャブできて、まあ、能力は強いですね、ナリに関しては。うん、ペース、シュート、パス、ドリブル、フィジカル全部高いし、フィジカル値89もあるんですね、ナリ。なんか毎作なんだかんだで、まあ、ナリって TOTS 期間になったら登場してますよね。うん、でテクニカル、迅速、トリベーダー、クイックステップ、まあ悪くないですよね。トリッカーもしっかりあるし、的確もあって、全然使える強いカードになってんじゃないかなと思います。まあ SS 評価とまではいかないですけど、55ですし、このプレイスタイル考えたら S 評価妥当かなとは思います。はい、ということで SS 評価の方入っていこうと思います。まず1人目はジャステですね。身長186センチ、ハイハイ、スキル3、逆足3、右利き控えめとなっております。でサブポジに RB ができます。これ非常に大事です。で能力詳細こんな感じです。でプレイスタイルジャステ、ついにクイックステップとスライダーまあ置いといて、 RB できる選手でエアリアルプラス、ありがとう、本当にありがとう。やっと救われましたね。左のシャドウとか左のウイングに、ドログバとかハーランドとか、セルロットとか置いてる相手が多い中で、サイドバックのエアリアルプラス、特に右サイドバックが本当にいなかったんですよ。 LB はね、ハバーツがね、エアリアルプラスじゃないですけど、エアリアル持ってて身長190あるんで、なんとか対策できてたんです。まあ、本当右サイドバックがいなかったっていうところで、このジャステの登場は個人的にはマジでありがたい。救われる人も多いんじゃないでしょうか。で、しっかりサイドバック運用もできるようにね、的確とロブタツついてますし、で、しっかりジョッキー、インターセプト、フレアも持ってます。フレア持ってるのがかなりでかいですよね。これで軽くなるんで、だいぶ、使用感が。うん。で、ペースも95のクイックステップあるんで、もうほんとサイドバック起用してください、これは。もうエアリアル困ってる方は、こいつとりあえず右サイドバックで使うっていうやり方がいいんじゃないでしょう。まあ、ほんと希少価値的にも、能力的にも、PS 的にも SS 評価で間違いないと思うし、しかもめちゃくちゃ安いと思うんでね、もう相手のエアリアルの攻撃嫌だって方はね、ぜひ使ってあげることをお勧めします。プラスだったらね、ありがたかったんですけど、まあオランダ人なので、まあそんなにケミ合わせは難しくないんじゃないかなとは思います。はい、続いて SS 評価2人目、カンテですね。まあカンテはもう、紹介いるかなって感じなんですけど、44にもなってますし、で、ミリハイ、で、爆発的と。で CM もできて、ペースも90乗っちゃいましたね、カンテ。まあ、パスもうまいし、能力、守備がすごい。守備ほぼカンストヘディング以外。うん。で、予測プラス、インターセプトプラスあって、ロブタツあるし、ジョッキーあるし、
スライダーあるし、トラップあるし、シールドあるし、容赦なしあるし、クイックステップあるし、もう言うことないですね、このカンテは。もう敵にいたらとにかくうざいカードになってるんじゃないかなとは思います。一回使ってみたいね、カンテ。今年もね、カンテ使えるようになるとは思ってなかったんで、ありがたいかなと思います。はい、ということで、ディマリアですね。身長180のハイミリスキル、5逆足4、左利きかなり爆発的と。で、右ウィングできて、ST もできる、キャムもできる、能力も素晴らしい、プレイスタイルも素晴らしいです。高精度プラス、テクニカルプラス、トリッカープラス、まあ、ザ・ディマリアって感じですね。で、しっかりスルーパス持ってますし、クイックステップあって、容赦なしあって、スタミナ87。まあ、フル、延長まで行けばきついかもしれませんけど、フルでは使えるんじゃないかなと思います。まあ、トラッパーがあればなってところであったんですけど、まあ、こちらも十分強いカードになっているんで、まあ、SS 評価妥当かなとは思います。はい、ということで SS 評価。はい、ということで続いて、ヘンプですね。身長164、ハイハイ54、左爆発的。まあ、このヘンプね、フューチャースターで登場しておりましたが、スキル5にとうとうなりましたと。で、右できます。はい。フューチャースターのヘンプ確か右できなかったんで、これありがたいですね。はい。で、能力もまあ素晴らしいですね。ペース99のクイックステップ持ちで、ディキタカプラス大胆もあって、まあ能力もドリブルとかすごいです。まあサイドでちまちまやられていきなり大胆放り込まれるみたいな使い方されたらめちゃくちゃ厄介なカードなんじゃないかなとは思います。で、スキル5になってるんでね、結構剥がしやすくもなりましたし、使い勝手良くなってるんで、まあこれも非常に強いカードですね。はい。はい、続いてサムカーですね。身長168センチ、役力式、ハイハイ、スキル4逆足、5右利き控えめとなってます。で、サポジシーフできて能力詳細、プレイスタイルこんな感じです。まあ、TOTI のサムカーからね、純粋に強化されて、極限、パワーシュート、迅速ついたって感じではありますかね。で、瞬速トラッパー、エアリアル、パワーヘッド。まあ、そんなに言うことないかな、このサムカーも。パスもしっかりできて、PS は持ってないですけどね、ショートパスと視野の数値高くなっておりますし、まあ、ペースシュート、ドリブル、フィジカルに関してはね、もう TOTI でね、皆さん強さ知ってるんじゃないかと思うので、そこからさらに強化されたって考えたら、まあ、こちらも SS 評価でいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、ラスト、ジェームズの妹ですね、身長175センチ、ハイミリ554、右足、控えめと、なんで4って言ったんだよ、となってます。で、このジェームズがね、右もできるし、キャムもできるし、ST もできるし、ポジションも優秀で、能力がまあすごい。ペースドリブル97てか最高レートですね今回の。うん、でシュートも91あって、パスもねだいぶ上がりましたね。でフィジカルも98、ジャンプ99、もうこれとんでもないですね正直。で高精度プラスなんですよ55で。これちょっとマジで今回来たカードの中でもトップ3には入る強さなんじゃないかなと思います。でトリッカープラスもあって、迅速プラスもあって、推進力もあれば細かい、ね、ストレイフドリブルもできるっていうところで、でトラップアウトフレアしっかりやって、クイックステップもあるし、ロブタスもあるんでね、4321の ST とかで置いたらね、シャドウへのダイルフラッシュとかも蹴れると。で地味に大胆なパス、白もついてるんでクロスもしっかり上手いという感じですね。まあ、このジェームズは強いでしょうね。マジで引きたい。正直4321の ST でめちゃくちゃ使いたいなと思ってます。これは超当たりなんで、まあ、引けた方はね、おめでとうございますと言ったところで、女子とミックスリーグ、ちょっと長くなりましたが、以上になります。まあ、今回はね、TOTS プラスとかね、ケミ救済システムあったりとか、まあ、このミックスリーグに関しては、毎週毎週いろんなリーグからチョイスされて出てくるっていうところで、まあ、今回ね、サウジでカンタとか登場してますけど、まあ、来週にもね、クリスティアノとか出てきたりとかするんじゃないかなと思うんで、このシステムはね、いいんじゃないかなとは思いますよ。で、プレミアの女子も、まあ、強い選手もね、たくさんいるんで、ちょっと今年のTOTS はね、選手数多くて楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、それではお待ちかねの、プレミアの TOTS の方見ていきたいと思います。はい、ということで、じゃあプレミア TOTS の方やっていこうと思います。まず一人目 B 評価、アリソンですね。で、このアリソンに関しても先ほど同様一旦 B 評価にさせていただいておりますが、まあ使ってみて、また改めるっていうような感じにはなっておりますね。今回一旦とりあえず B 評価にさせていただいております。で、スキルがね TOTY から2から3に上がってるといったところと、まあ TOTY と比較してね、レートは1落ちてるんですが、ポジショニングがマイナス2になって、ただ反射神経はプラス1されると。だから意外とね、オーブエルマイナス1を感じさせない、カードになってるんじゃないかなと思います。で、スキルがね3になってる、まあ、スキル3になったところで感はあるんですけど、まあ、TOTI のねアリソン使ってる方はこっち一旦試してみるっていうのもありなんじゃないでしょうか。で、まあプレイスタイルの追加はないですね。はい、ロブタツとかついたら最高だったんですけどね。はい、ということで B 評価2人目エストゥピニャンですね。身長175のハイハイ44、左利き控えめと。で、ウィングバックできて能力こんな感じです。まあペースシュート、まあ、うん、今時のサイドバックっていう
うような能力です。はい、でプレイスタイルも的確大胆、まあ、なんかもうすごいっすね。スロアのプラス、スライダープラス、大胆プラス、大癖3つすぎるこの人。まあピニャンはねどうですかね、これはパワーシューターっていいんですけど、普通に使う分には強いかなと思うんですけど、まあスロアとかね大胆嫌いな方もね多いんじゃないかなとは思うんで、まああとはスライダーもね強いんですけど活かすシーンがね他の PS に比べたら少ないんで、まあハバーツ持ってる方はハバーツでいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで A 評価、唯一一人の選出になりますワトキンスですね。身長180の役割意識ハイハイ44、右引き控えめとなっております。でサポジシーフできて能力詳細こんな感じです。まあワトキンスね44なのが残念っていうのと、能力もねリアクションとか冷静さがなんかもっと上げていいだろうっていうような感じですし、なんか全体的に抑えられたなと。今シーズン19ゴール12アシストとか、まあ、結構そんぐらいしてるんで、正直フォワード勢にしたらめちゃくちゃね一番と言っていいほど活躍してるんですけど、なんか抑えられまくってんなって印象は受けます。で能力、あ、じゃあ PS に関しても容赦なしプラスとトリベーラ、そしてパワーシュートと、なんか他もっといいやつつけてあげればなっていうところがありますね。まあ瞬速だったりとか迅速とか、そっち系つけてあげてもよかったんじゃないかなとは思いますね。まあ、B 評価とまではいかないですけど、相手にいたらね意外となんか点取られちゃったみたいな、意外と点取ってくる選手かなとは思うんですが、まあ基本的に他でもいいかなと思ったんで A 評価にさせていただきました。はい、ということでもうこっからプレミア QTS はやばいんで S 評価に入っていこうと思います。まず1人目エンクンクですね。身長175、ハイミリスキル5、逆足4、右引き金場数でキャム ST できます。でエンクンクね、まあ今年は怪我ばっかりでなかなか活躍できませんでしたけど、去年まではねほんと強いカードだったんでね、今年もねまあ悪くはないんじゃないかなと思います。能力も素晴らしいですし、地味に守備78ありますし、プレイスタイルもねテクニカルとフレアとトリベーラ、まあフレアはね若干うんって部分はあるんですけど、このフレアプラス持ってる選手本当に使用感いいんで、悪くないんじゃないかなとは思います。でトラッパートリッカーシールドしっかり持ってて、ドリブル迅速以外これ全部持ちなんですね、珍しい。うん、でスルーパス的確、ロブタスもあってコースでもしっかりある。まあ攻撃的な CM とかで使ってあげるのがベストなんじゃないかなとは思いますが、今年もね強いエンクンク使えるのは嬉しいところであるんじゃないでしょうか。はい、ということで続いて2人目はホワイトですね。身長185のハイハイ44、右引き合い長いと。で RB、ウィングバック、CB もできますと。で能力もこんな感じですね。まあペース高くなっておりますし、守備フィジカルともにだいぶ高くなっております。まあロブタツプラスとインターセプトプラス、そして大胆プラスなんで、まあ一番はサイドバックで使ってあげた方がもちろんいいんじゃないかなと思うんですが、センターバックとして考えても優秀なんじゃないかなと思います。で容赦なしもしっかりあってね、エアリアルもしっかりあるんで、ただ一つ注意なのがこのスロア持ってるんで、まあサイドバックにしろセンターバックにしろ、まあ特にセンターバックで使う方はねこのスロア出張するんで、注意は必要かなとは思います。ただまあ能力はしっかり高いですし、十分ね、戦い能力になっているんで、とりあえず S 評価にさせていただきました。はい、続いてマガリアンイスですね。身長190のミリハイ33、左利き長いと。でサポジなくて能力こんな感じですね。まあペース高くて、守備フィジカルあってっていう、まあ、ザ・ CB というような能力になっております。でアジバラもねしっかり70超えて、ドリブル値も73あるんで、重さに関してはそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなとは思いますね。でプレイスタイルプラスがブルーザーとエアリアルプラス、そしてスライダープラスと。で守備はリンゴです。で的確とロブタツも持ってますし、しっかりパワーフェもあって、まあ普通に優秀なセンターバックになってるんじゃないかなとは思いますね。まあ強いてちょっと気になるのであれば、ペースが若干84だからどうなのっていう部分であるんですけど、まあエアリアルプラスのねセンターバックは現環境ほんと必須と言っても過言ではないので、普通に強いカードなんじゃないかなとは思います。はい、続いてマークアリスターですね。身長176センチの役割意識ハイハイ、スキル4、逆足4、右利きやバカ好きになっておりますで、 CDM キャムできて能力こんな感じです。で幕張で、まあ、能力はもう、見て分かる通り強いんですけど、プレイスタイルがね、インターセプトこれついてるのが嬉しいです。でパワーシュートと的確持ってますし、でセッタープラスなのも非常にありがたいんじゃないかなと思います。でパス系ほぼ全部持ってて、でテクニカルとトラッパーとシールドあるっていうのも非常にありがたいです。まあ中盤起用を普通にしてあげても強いと思いますし、インターセプト何よりついたっていうのが個人的には非常に高評価かなとは思います。はい、ということでもうこっから SS 評価です。プレミアやばいです。はい、見ていきましょう。ガルナチョですね。身長180、ハイミリ54、右利かないバカつきとなっております。でサポジ LM のみで、能力詳細プレイスタイルこんな感じです。まあ高精度と、極芸師で昔来てたのかな。でクイックステップも追加されて、テクニカル、フレア、 トラッパー、そしてトリッカーのこの黄金比に加えて、スルーパス的確、ロブタズもしっかり持ってるんで、
まあ、これも非常に強力なカードなんじゃないかなとは思いますね。なんかガルナチョモーメントで来るなんかあれあったかなっていう感じであるんですけど、まあ、ユナイテッドがね一人もいないっていうところで、まあ、ユナイテッドファンの方はね嬉しいんじゃないんでしょうか。はい、続いてディアスですね。ファンタジーの時にもね来てましたけど、スキルが5にアップグレードされてますね。もう来るんかって感じであります。で、能力も素晴らしいですね。ペース99でドリブル98、もうこれはすごい。で、プレイスタイルもね、クイックステップとテクニカルに加えてフレアプラスついたんで、もうキュンキュンのキュンキュンでしょうね、これ使ったら。で、シールドもあって、曲ゲージとセループ構成。まあ、これも相手してたら嫌でしょうね。狭いスペースでキュン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 やられて。で、シュートもしっかり高いんで、もうニアズドンとかファーズドンとか構成もしっかりあるんで、決められちゃったりして、いや、ディアス強えなって言ってそうな未来が見えますね。で、地味にスタミナ99あるんでね、容赦なし持ってないんですけど、全然フルで持つとは思います。はい、続いてサリバですね。サリバもね、TOTY のモメントだったかな。で、登場しておりましたが、そこから純粋強化っていう感じで、予測プラス、そしてインターセプトプラス、そしてスライダープラス、になってますね。で、シールド地味についてますし、迅速なんだこれって感じではありますけど、まあ、しっかりエアリアルと、パワーヘッダーもついてて、直近もあると。で、能力はまあ素晴らしいですね。ペースも88まで上がりましたし、守備値は93、フィジカルも89まで上がって、リアクション冷静さも素晴らしいですし、アジバルもしっかり70に乗ったっていうところですかね。まあ、パス系のプレイスタイル何かね、的確とかロブタツつけてあげてもよかったんじゃないかなと思いますが、能力は高いので、まあ、やれるんじゃないかなと思います。こちらもね、素晴らしいセンターバックになってるんじゃないかなと思います。はい、続いてフォーデンですね。来ましたね、ついにフォーデンが。で、しかもスキル5になっております。で、守備意識もハイで。で、さらにね、このフォーデン、まあ、右、左できるのありがたいんですけど、プレイスタイル、やっとスルーパスと、敵来たかと、やっとパス系のね、プレイスタイルがついてくれましたね。で、地味にセッターもついてますし、テクニカルプラス、敵来たかプラス、高精度プラスに加えて、フレア、トラッパー、トリカ、シルド、そしてアウトサイド、トリベーラ。このフォーデンはマジで欲しい。本当に使いたい。めちゃくちゃ強いと思います。で、現在価格もね、300万ぐらいしますし、まあ、納得の能力かなと思いますね。まあ、今シーズンはフォーデンめちゃくちゃ活躍しましたからね、来シーズン以降もこの調子で活躍頼みますったところではあります。マジで当てたい。はい、ということで続いてパーマーですね。まあ、シティユースでね、移籍してフォーデンとちょっとなんかこう、差が出たなってところではあったんですけど、まさかのチェルシーで大活躍のパーマーですね。まあ、このパーマーもスキル5、今回はね、フューチャースターじゃなくて、の時は逆足5だったんですけど、今回スキル5で登場しておりますと。いった感じで、右できんのありがたいです。はい。で、能力もまあ素晴らしいことになってます。で、プレイスタイルもね、高精度ついたまま、テクニカルプラスでフレアプラスとなってます。で、クイックステップがね、消えたのが若干寂しいんですよね。まあ、フォーデンも持ってないですけど、ここがちょっと寂しいかなっていったところではありますかね。ただ、ティキタカとスルーパス持ってて、シュートもね、パワーヘイ以外はほぼ全部持ってるといったところで、まあ、フォーデン同様、こちらもね、めちゃくちゃ強いカードになってるんじゃないでしょうか。フューチャースターの時からね、高精度は結構入ってたので、まあ、このパーマーも、まあ、このフォーデンもそうですけど、めちゃくちゃ高精度は入るんじゃないかなとは思います。はい、ということで、ついに来ました、ソン・フンミンです。まあ、5-5にはならなかったんですけど、まあ、孫もね、左できますし、ペース、シュート、パス、ドリブル、そしてまあ、フィジカルはぼちぼちという感じですが、まあ、強いですね。まあ、高精度はしっかり持ってますし、このループなのが残念かなといったところであるんですけど、こういうタイプで、結構ね、足速くて、シュート上手くて、まあ、なんていうんですかね、この、どっしりタイプじゃない選手でシールドプラスついてるって、なかなかいないんで、これ使ってみたらね、このシールドプラスのおかげで全然ボール取れねえみたいな、相手するとマジで厄介なんじゃないかなと思います。で、トラッパーもついてますし、で、瞬足しっかりテクニカルもあって、で、スルーパスもついてるんでポストプレイもできますし、ね、結構万能になったソン・フンミンって言ったような感じになってます。で、セッターもついてるのありがたいし、ね、まあ、これも相手したらな、まあ、このシールドプラスがね、ほんとこういう系でなかなかいないんで、どう作用するかは分かりませんが、まあ、強いのは間違いないと思うんで、ぜひ当てたいカードになっております。はい、続いてもサラーですね。もうほんとこの辺から紹介する意味あるんかっていった感じであるんですけど、スキル5になってますね、サラーに関して。で、逆足も4と。はい。で、ペース、シュート、ドリブル、パス、すごい。で、フィジカルも84ある、すごい。
で、高精度もちろん、高精度多すぎるな。で、テクニカル、トラッパー、もう言うことないな、このサラーム。で、スルーパスついてるのが偉い。で、瞬迅速しっかりあって、トリベーラもあって、シールドもあるんでね。シールドつ、このシールド、キュンキュン系に最近ね、シールド結構つけられてますけど、これ、マジで強いんすよね、シールド持ってると。まあ、そんな時にも話しましたけど、このサラーはマジで高精度大魔人だし、キュンキュンでね、テクニカルプラスもあるし、シールドもあるしで、これも相手したくないです。はい、使うのやめてください。で、続いて、サカですね。まあ、サカはスキル5じゃなくて逆足5になっているというようなところで、サポジ RM で。で、能力は素晴らしいですね、こちらも。ペース95、シュート92、パス91、ドリブル96で、守備も77まで、なんか上がっちゃってますと。で、フィジカルも、まあ、スタミナが98あって、容赦なし、プラス。もうずっと元気です、この子。はい。で、高精度プラス。で、大胆プラス、ティキタカスルーパス。まあ、万能ですね。で、これもシールドついてんのかよ。どんだけシールドつけてくるん？マジで、これも相手してたら、マジで厄介でしょうね。高精度持っててシールド持ってたら、ボール取れないし、振り返ってドンができちゃうのがね、せこいんすよね。まあ、この坂も、前線で使ってあげてもいいですし、まあ守備も高いんでね、3センターの一角で使ってあげてサイドカバー任せるとかやってもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてモーメントで登場しました KDB、 ケビン・デブライネですね。まあデブは5-5ではありませんが4-5と。で、TOTY と比較してどうなんていうところであるんですけど、まあ、シュートもそうですけど、守備がね、特に上がってますね。で、プレイスタイルになんといってもインターセプトついたことによって、で、さらにロブタツピンパス、スルーパスと、まあ、アンカー起用がよりしやすくなったんじゃないかなと思います。まあ、アンカーは別にね、高精度とかあっても自分あんま打てないなって方はね、このデブラインの方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、Y はね、一撃必殺の、高精度プラスがあったっていうのは、強みではあったんですけど、まあ、個人的には最近のね流行り的にもロブタツアンカーに結構必須、結構ね競技シーンでもロブタツ絶対使われているんで、まあ、こっちの KDB の方が、まあ、インターセプトも持ってますし、守備強度とか考えてもこっちの方がいいんじゃないかなとは思います。で、地味に KDB もねトラッパーとシールドついてる、これがまた素晴らしいですね。はい、はい、続いてライスですね。で、まあファンタジーの時から比べたらだいぶ強化されてますね。こちらも96、ライス96なんですね。もっと他で、まあ、なんならパーマーとかの方が96にはふさわしいかなとは思ったんですが、まあ、トラッパー、シールド、ブルーザー、予測、インターセプト、ブロック、容赦なし、プラス、的確、ロブタツ、スルーパス。まあ、センターバック起用してもよし、アンカーで使うもよしと、まあ、どっちで使ってもね、強いんじゃないかなと思います。で、エアリアル持ってないんでね、まあ、185しかないし、これなら別に個人的にはサイドバック起用もね、なしではないと思うんですけど、どうせこういうタイプ使うなら、エアリアル持ってる選手の方がいいと思いますし、これならね、シンゴとかの方が190センチとかあるんでね、エアリアル持ってないタイプの SB でも、まあ、シンゴの方がいいんじゃないかなと思うんで、個人的にはやっぱセンターバックかアンカーで使ってあげた方がいいんじゃないかなとは思います。めちゃくちゃ強いと思います、普通に。はい、ということで来ました、ロドリー。4-5に、TOTY がね、確か4-4だったんで、4-5にしっかり進化しております。で、なんと言ってもパワーシュートがようやくついたよっていうところですかね。はい。で、的確プラスあって、予測プラスある。で、シールドもしっかりあります。で、この容赦なし持ってないのがね、スタミナ99なんですけど、ロドリといえばもうずっとフルで出てるんでね、容赦なしつけてあげてもいいじゃんとは思ったんですけど、まあ、今回ついてないのがちょっと残念だなっていったところではありますかね。まあ、このロドリもね、パワーシュートついたんでアンカーとかで使ってあげるのもいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ欲しいですね、個人的に。はい、ということで残り2枚。まあ、ファンダイクやっていきましょう。まあ、このダイクもね、TOTY に比べたら、進化していますね。はい。で、ロブタツと、ジョッキープラス、そして予測プラスとなっております。で、守備ビンゴ。で、エアリアルとパワーヘッダー持ってます。まあ、大工ね、個人的にはですけど、エアリアルプラス持ってた方がありがたかったかなっていうところではあるんですが、まあ、なんて言ったって大工なんで、まあ、競り合いは別に強いですし、まあ、能力に関してもね、文句ないんで、まあまあまあ、いっかって感じではありますかね。うん、特にもうなんか言うことないんで、とりあえず大工に関しては以上です。はい、ということで、やっと、ようやくラスト、ハーランドですね。もうこれがとりあえずやばい。もう一番やばい。もう今で、TOTY の時点でね、やばかったのに、またやばくなってます。まあ、4-5なのは変わらず。まあ、能力はね、普通に進化しましたよと、シュートがついに99になりました、ペースも上がりました、フィジカルも上がりましたといったところで、あ、違う、フィジカルはね、上がってはいないんですけど、スタミナがプラス2されたのかな。はい。で、ドリブルも1上がってます。うん。で、プレイスタイルなんですけど、まあ、パワーシュートとエアリアルはもちろん、高精度が追加されてますと、で、ループも追加されてます。で、パワーヘア持ったまま、謎にブルーザーが追加されてます。これ謎ですけど、空中戦なんかより強くなって、
った気がします。これ持ってるんで、ムキムキだしなで、まあ、クイックステップは持ったまま、曲芸師も持ったまま、なんと迅速プラスがまずね、追加されたよというところで、裏抜けされたらもう多分一生追いつけませんこのハーランド。まあ並走とかしてもね基本取れないんでハーランドは、うん、これ迅速プラスつけるのあかんだろっていうところではあります。で、なんといってもスタミナ2上がった上に容赦なしついたんで、あの結構ハーランドスタミナがねやっぱ競り合いまくるんで、まあ、使ってる方はね、めちゃくちゃ競り合いとかね、コーナーキックの競り合いもそうですし、まあ、エレワンクロスとかでもそうですけど、競り合う時間長いとね、スタミナ結構減るんですよ。だからサブがね、結構必要なカードではあったんですけど、まあ、なんとスタミナ2上がってさらに容赦なしついたんで、もうフルで使います。あ、終わった。もう終わったわ、これ。マジでこれ当てないと、大会とかだときついなっていうところなんで、まあ、レンタルでもいいで、いいんで、個人的には絶対に引きたいカードになってますね。はい。もうこれはやばい。現状ナンバーワンカードだと思います。はい。といったところで、だいぶ長くなりましたけど、プレミア TOTS に関しては以上です。いかがでしたでしょうか。まあ、プレミアはほんとほぼほぼ当たりのカードばっかりなんで、まあ、このね、中から1枚ぐらい引きたいなっていうところではありますかね、当たりの方を。まあ、先ほども話しましたけどね、女子プレミアとミックスリーグの方もね、充実しているんで、今回のね、CF はマジでランク1目指して頑張っていきたいなっていうところではありますね。はい。ということで、今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか？良ければね、チャンネル登録と高評価、そして X のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバイ。